じブサイクじゃないいつもブサイクじゃねマジで。いつもさ動画撮り終わりやんか、で後で見るやん、こんなブスに見られてんのっていう。そんなことないよ言っていいのかあらいいのよどうよ、新しいマネージャー雇いました。よろしくお願いします。だよ、ね、顔で雇いました。やっぱそうなのやっぱそうなのかよ。完全に下心で雇わせて。下心見え見えだよ。いいんだよ、あの高身長高学歴。あれ身長もで、ちまだ見せてくれ。それ見せて出してよ。まだね、お楽しみで。見せてくれるんかい。いつか見せてくれるんかい。なんか聞きたいことある？なんやろ。ないんやな。ないかい。かい。全然興味ないんかい。もう話し尽くしてるわけよ。もう雇うまで6ヶ月間ぐらい。そうね。仲良くしてる期間な、ね。なんでいいやねん。ちゃんと今こう動画撮ってる時に喋られへんくなるから。なんでその笑い方。結構多分コメント書かれるでちょっと笑いすぎみたいな。お前ちょっと静かにそこ。めっちゃイケメンなんやからねこれ。妄想してください。ガチでイケメン。まあ、そのうちそのうちちょろっとだけ。出そっか。なんか下からこう徐々に。そう。まずはピースの着てる部分から。あれこれなんやろこの。これなんやろじゃあ。この紫色はの。紫色なんですか。まだ知ってんねん。まだなんて知ってんねん。知らんやろ。恥ずかしい。あれ、アリちゃん、パイポジ大丈夫？あ、なんかちょっと今日、あ、いい感じ。あ、大丈夫よかった。さっきからずっとパイポジをさ、カメラ回る前からずっと直して。パイポジっていうのは、もう男で言うとこのチンポジ。うん、そうやね。チンポジション、おっぱいポジ。なんか今日はね、これね、なんかね、実はこう。あ、やめて！ブラつけてへんからな。ブラつけてないんですよ。やめて。もう少しで乳首見えそうになりました。乳首見える。サービスショットでございますよ。ここが抜きどころ、もうこれ以上抜きどころはこの動画ではないので、やめろや。抜く方は一刻も早く戻してもらって、これをやったシーンで抜いてください。パチッって。俺最近悩みがあってさ、あのチンポジに悩んでる。なんかそのパンツを、え、ゆうすけどっち、パンツチンコ下それとも上？下下。なんで笑うの？何を笑う？初めてこんなこと言ったと思って。言うよ。この番組は合わないから。下。じゃあ向けてる？向けてない？向けてる。え、普段から勃起してない時、ズーム向け？うん。あらま。え、じゃあ下なんかさ刺激とかされて。いや、もうまあ慣れた。そういう時期は終わったからもう。あ、そういう時期は終わった。後で後悔するで、後で。俺知ってるね、これ。後で後悔してやっぱ出しませんっていう人おったんだ。全然いいよ、俺は。うん。悩んでんのはな、俺も下やねん。下にすんねんけど、下にしたら俺最近な、まあ、今日はこれ何デニムやからいいねんけど、俺最近ジャージやねん。めんどくさいからずっとジャージ、いつも見えてるもん。ブラちゃんのチンどこに向いてる、どこにぶら下がってる、すべて丸見えですから。足がだから、そのちゃんと上まで上げたら俺のチンポジが完璧に思いっきりポジするわけ。今日は右ですねみたいな、あ、左ですねみたいな。なんならもう俺ここで横になってるだけなのに、もうブラスチンポジ見せるのやめてとか言って言われるね。いつも違う、もうたまたまがもう見えてんのよ。そう、たまたまとかが出てくるね。たまたまが分かれて右と左にこう混じるような状態とか見えてる。この間だから友達がな、ちょっと泊まりに来た時もなんか俺朝起きたらみんなで俺のたまたまを、浮き出たたまたまを動画に撮って、ここにたまたまがあるとかいう動画を撮られて、ほんでそれをなんかグループラインとかにアップされてたわけ。だからそれに悩んで俺はズボンを完全に上げきらないようにしてんねんけど、そしたら今度足が短くなると。でもそれでアレちゃんに相談したら、アレちゃんはチンチンをこうするんじゃなくてこうしたらいいやんって言ってきて。外国人はね、おちんちん見せることに対してすごいこう、なんて言ったらいいんだろう、どうやみたいな感じがあるから、みんな結構上とかにこう持っていかせんの、うん、で、なんか逆にね、物を入れてこうちんちんがあるように見せかけたりするっていうパンツもあるらしくて、やってるわけよ。なんか上にやると結構多分ズボンをね、え、でも俺はそのちんちん見せたくないねん。いやいや、見せたくないねん。でもこの間初めて1日上にして過ごしたねんけど、やっぱものの10分ぐらいでこうした状態のものがなんかこうなっていき、こう
こうなっていき、重力に負けてんじゃねえかよ。でなんかこういつもと違う刺激をもとにちょっとこうさらにこう伸びてんじゃねえかよ伸びてんじゃねえかよ伸びてるじゃねえかよ。だから俺はもうどうしようと、このチッコジ問題よ。もういいのよそれ。みんなどうしてる、え、みんなどうしてんの逆に。みんな大体でも下の、まあ、あるとしたら左か右かぐらいじゃないの。でもそれでみんな見えへんの。見えない見えない。だからみんなそんな大きくないんじゃないのでもさ、上に向けといた方がいざ万が一勃起した時にバレにくいやろな。まあそれはそうかもしれんけど、大きさによるよそれも。え、どういうことどういうこと。もう勃起しても小さい人は分かんないもん。え、やっぱお前でけえって言うことじゃねえかよ。そんなことない。だってそれさ、え、知らねえよ知らねえよ。わしは勃起しても見えへんの。見えへん人もいるよ。それはトランクスに抑えられたりとかさ、あるある。あら、これってあの何、大きい人ありますよというあの自慢話ですか。違いますよ。そういう動画ですかね。まあ、そういう動画ですね。結論そうですね。そうなるね。結構大きいので困ってますっていう動画なんですね。みんなチッコジどうしてるんかっていうことを俺はずっと一生気になってる。正しいチッコジのあり方、なんかチッコジマイスターとかおらへんのかな。なんかあなたのチッコはこうなってるからこっちに向けた方がいいとか、こうした方がいいとか、なんかその。コンサルタントみたいな。やめてくれ、あの風水的な、風水的なやめてくれ。あのなんていうの、妊娠に向いた方がすごい気運が上がりますみたいな。いや、あ、いや、てかそれビジネスにしようか。マジでその新しいうちの会社の部門運勢を上げるみたいな。コンサルタント。おっぽコンサルタント。なんかもうちょっといい言い方ない。あ、じゃあちょっとすいません、マネージャーさん、あのちょっとなんか試してもらっていいですか。だから今週はちょっとあの妊娠に向けさせてもらって、その運勢をちょっと測って。で次の週はあの南側にこ う向けさせて調査させてよ、うん、ちょっとそそんなんさ、だって一日中南しててもこっち向いたらさ東になるわけやんか。あんま意味なくないそれ。あ、大丈夫、動いてる分には大丈夫やね。大丈夫、ちょっとちょっとそのセットした時点の問題や、うん、あ、そういうこと。もうこう真ん中に立った時、世の中にはね、多分もうポジションすごい気になる人もいると思うから、次はね、あの、だからコメントでぜひ皆さんの、うん、教えてほしい。あとパンツの種類、うん、要はボクサーパンツなのか、なんだかんだ、まあ、俺らの世代はボクサーパンツが多いやん。でもまあ僕らトランクスの人もおればブリーフとかもおるから、うん、皆さんのそのポジションでサイズ、あの身長体重年齢のサイズ、勃起時閉時時、あの向けてる向けてない、うん、この辺の情報を添えて皆さんぜひコメントしてください。ちなみにチッポっていうワードを入れるとなんか Google さんがコメントを表示しないので、あのチン、チンスケとかなんか、あ、チンスコーとかいいですね。チンスコーとかなんかそううまいことをなんかやっていただければと。で、はい、次回の動画はですね、あの乳首ポジの動画を撮らせていただきたいと思います。そんなあの、もちろん乳首ポジもありますからね。ポジマンポジマンポジマンポジもありますよ。それマンポジではないよ、クリポジっていうかな。でかすぎだろでかすぎだろ。いや、ロシアの女のクリス事情みんな聞きたいんちゃう。ちょっとあ、なるほどね、クリちゃん事情。なるほど。昔さ、グリーのゲームでクリノッペっていうのもあったの知らん。知らん。踊り子クリノッペ俺大好きやったんだけど、ほんまにクリスみたいなやつが出てきて、ほんでこうやって、ほんで定期的になんか蜂蜜みたいな、なんかローションみたいな蜂蜜みたいなあげんと、なんか忘れず育てるゲームやねんけど、なんか最後ミイラになる。どういうゲームなんだよ。乾燥して。どういうゲーム。ほんま、え、ちょっとほんま見せて、見てほしい。やめろ、やだ。そんなんじゃないねん。俺中学生、高校生の時みんなやってたんで、周りの友達。もうそう、もう絶対それ作ったやつさ、もうそういうことか。ほら、クリノッペ。あ、クリじゃん、これ。クリノッペ。見て、クリノッペ。完全にそう。絶対そっちを意識して作ってんじゃん。踊り子、踊り子。潤いが必要。潤いが必要。やば。潤いがあると、こういう踊りをしてくる。